皆さんおはようございます。今日は10月の13日です。今私はね、田村市総合運動公園のね、陸上トラックの周りをウォーキングでね、運動をしております。実はね、昨日まで10月の7日から10月の12日までね、波多野由里さんという若いアーティストの女性、そしてまたあの彼女のね、ご家族、久保田さんファミリーでですね、いわゆるグループ展が開催されてました。まあそれでね、私も少しね、その開催されている場所で縁がありましてね、いろいろちょっとお手伝いしたんですがね、まあ本当にとても素晴らしい個展で、いろんな方、大勢の方に来ていただいてね、とてもね、本当にまあその熊田さんファミリーのね、今までのお付き合いといいますかね、そういう人たちの、まあ、交流が非常に厚みのあるものであったしね、またその熊田ファミリーさんとね、波多野由里さんという女性の創作したね、絵であったり、それからドールハウス、こちらがね、人にまあね、感動を与えるようなものであったんだろうと思います。まあそれでね、この個展の開催中ね、まあ、いろいろな人間模様がありましてね、今日はね、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。まあこれはね、私ももう間もなく70歳なんですがね、まあほとんどいろいろな経験をしてきました。それで自分なりにね、今の私よりも若い人たちにね、お伝えできることがあればと思いましてね、今日ね、まあ歩きながらいろいろこれからお話をしたいと思います。まあ今回ね、この5日間の中でね、いろいろありましたけどね、まあそれをね、ここに一つ一つ取り上げるとちょっとキリがないのでね、大筋のこう何ですかね、アウトラインだけのね、お話をしたいと思うんですが、まずね、まあ人間というのはこの地球上の動物世界の中で最も神様がね、いわゆるランクの低い生き物として多分作られたんだと思いますね。それはどういうことかと言いますとね、人間のように自分のためにですよ、無用な摂取をしたりね、浮気をしたり泥棒したりね、はたまたお金のために人を殺したり、こういうことをする動物は地球上には人間以外にはいないんですよね。ですから神はね、人間をそういう一番ランクの低い生き物としてね、作られたんだと私は考えてます。ですからそこからね、どうやってまともな生き物として這い上がってくるかということを神様はね、人間にそういうふうな行動をね、促しまた期待しているんだろうと思います。ですから今回ね、古典の中でね、いろんな人間関係ありました。それはね、主催をしている人間、それからね、古典のやっている中心たる人間、そしてその友人ね、それから知人、またまたいろんな関係が錯綜していますよね。その中でやはり普通にね、考えて、私は一つのモラルガイダンスと言ってるんですが、普通に考えたらこういうふうにあるべきだということがそう行われていないことがたくさんありました。まあ一つ挙げるとキリがないんでね、ここでは言いませんが、でもね、私は今回本当に有能なね、絵を描いている若い女性にはね、そういうふうな人間のね、特に大人社会でのそういうふうな本当にね、幼稚なそういう言動、こういうものはやはりあまり見せたくないし感じさせたくないんですよね。まあおそらく若いうちは人のことは信じたいんですよ。それが人間だと思います。ただね、その信じるか信じないかというのは
個々人の人間の習熟度、成熟度にもよります。大人であっても子供もいるし、子供であっても大人もいます。そういうことから考えるとね、生きてきた年齢がその人間の人格を決めるもんではないんだということをね、まざまざと見せられるようなことがあったのかなというふうに思いますね。まあだからそういうことを考えてね、人間ってどうあるべきなのかと、まあおそらく宗教でもね、人間はこうあるべきだ、こうしなさいなんて教えありますがね、まあ要はね、正しい人間同士の一つのこの社会の中であるべきお付き合いをするためには、人間はこうしなくちゃいけないという教えがね、一つ一つのキリスト教であれ仏教であれ教えだと思いますね。まあ私は基本的にはね、人間の価値というのはどれだけ人のために自分のエネルギーを使えるか、そのね、他の人のためにどれだけエネルギーが使えるかという、そのエネルギーの量によってですね、人間の価値というのは神様の立場から見ると決まってくるのかなと思いますね。まあ今回もね、いろいろあった中でね、特に私が残念だったのは、まあいろんな人たちにね、こういうふうないい人たちがね、優秀な人たちが個展を開くんで来てくださいというご案内を何度も出したんですがね、分かっている方は間違いなくおいでくださいました。そしてそこでね、個展を見て感動し、気持ちよくね、心よく感謝の言葉を述べて帰っていかれました。ところがね、間違いなく行くと言いながら来ない方もいました。それはどういう人かっていうとね、まあおそらく自分たちよりも、自分よりもその価値のある評価されることをやってる人に対して妬みとかそねみがあるんですよ。それは大人になるとね、そういうことは口に出せないだけなんですよ、恥ずかしくて。ところがね、現実的にはあるんです。それがね、言葉行動によって示されるわけですよね。とても悲しいことではあるんですが、それは人間社会の現実です。年がいくつになっていても、そういう面で子供の人はたくさんおります。それはね、生きてきた年数とは関係ないと思いますよね。だからできればね、私はみんな心を開いて、そういうなんていうんですかね、人と対立をするとか、人に見栄を張るとか、虚勢を張るとかね、そういうふうな感情がない穏やかな人間関係、穏やかな社会というものが築かれるのが一番だと思いますしね。特に文化芸術なんていうものはですね、その人の個々人の能力がね、世の中に体現化されたものを、それをね、鑑賞したり触ったりいろいろするわけですよね。ですから率直に素直にですよ、そういう感情を出せるということがいいんであってね、そこにね、個人的な感情である妬みとかそねみとかね、はたまた陰では悪口を言うとか、そういうことであってはならん。そしてね、そういう悪い感情を持った人そのものも、実は自分のこと嫌だと思ってるんですよ。客観視はできるんですね。そこでまた自己嫌悪になるみたいなね、そういうふうな悪の連鎖といいますかね、そういうことになる。それでストレスがたまる。でなおさら他人とのコミュニケーションがうまくいくなる、悪くなるんですね。そういうことを考えるとね、やはり今回のことでね、私は本当に素晴らしい個展でしたので、みんながそういう気持ちでね、見てくれて、お互いに励まし合って、より良い人間関係、そしてより良いね、そういう芸術感が生まれるというような社会になることを望みますね。まあ私、大人びた口聞いてますけどね、私もまだまだ子供です。60、今度9歳になりますがね、まだまだ子供です。
それは自分でも認めてます。でもね、私はできるだけさっき言ったようにね、努力をしてですよ、悪い感情を持たないね、そして穏やかな気持ちでいようという努力は少しずつしておりますね。そういうことなんでね、みんながそういう気持ちでなれればいいなと思います。そして最後にね、お金の切れ目が縁の切れ目。まあ口ではね、お金に綺麗なんだっていう人ほどお金には汚いです。これが現実です。人間というのは自分の持っているね、その悪いことを知ってるんですよ、自分でね。それを隠すような、否定するようなことを口にする人、そういう人というのは逆なんですね、喋っていることの中身はね。これは真実だと思います。まあ今回はね、いろいろそういうことを味わったような気がしますがね、私は決して悲観はしてません。人間というのは反省する動物だと思ってますのでね、これから年に関係なくですよ、反省してみんなでね、非常に仲良くて、そしてね、みんなで助け合える、本当にね、そういう風な社会というものをこれからもみんなで努力して、一歩ずつですよ、気づいていければいいかなと考えております。ね、今日ちょっと話くどくなってしまいましたがね、まあ今回のことでいろいろ私もね、この年でまた学んだことがありましたね。今後ともみんなとね、いろんな意味で新しいものを発見したりね、美味しいもの食べたり、仲良くしたりね、そういうことで人生の時をね、刻んでいきたいなと考えてます。以上です、ありがとうございました。まあとね、ちょっと一つね、大事なこと言うの忘れましたがね、信用とかね、信頼とかっていう言葉がありますがね、基本的に私は人のことは信用しませんね。なんか寂しい人だなんて思われる人いるでしょうね。皆さんね、その信用とかってそんな軽々しい言葉ではないんですよ。で、私は人のことはね、最初は信用しません。ただしね、信頼というのは育てていくしかないんだなと思ってますよ。だから、いろんなね、人同士の交流が始まった時にね、いきなり最初から信用する人なんてのはまずいないんですってね。だから信頼というものは育てていくしかないんだなと思います。で、育てていく中でそれが本当の信頼になるのかならないのかっていうのは決まることですからね。まあよくね、信頼を裏切られたとかね、信用をねできなくなったとかっていう人いますがね、もう最初から人間なんてのは信用ってのはないと思った方がいいと思います。それが正しいことだと思いますね。で、私もね、実は前にもお話ししましたが、その30後半からね、20年ぐらいかな、20年以上ですね、子供たちにいわゆる受験勉強を控えた子供たちにね、授業料を取らないで、教えるという学習塾ね、青空塾という塾を主催運営してましたがね、まあね、そこで教わった、じゃあ子供たちがね、私に恩を感じてどうだとか、その家族の人がね、恩を感じてどうだなんてことはありません。で、私もそういうことは期待もしてません。なぜかというと、私が勝手にやっていたことですからね。ただ中にはね、やはりそういうことで恩義を感じるとか、私の人柄を分かってね、それなりに信用してくださる方はいましたがね、まあ大体でもね、全部教わった子供、家庭の9割の方はそれは関係ないんですよ。喉元すぎればもう関係ないということです。それが人間関係だと思いますよ。それは寂しいとかね、寂しくないなんていうレベルの話じゃないです。人間みんなそうなんですね。だから私は最初から人は信用しませんし、またいろいろね、交流が始まった方にも言います。私を信用しないでくださいって言います。それはね、これから交流がねできて、その時間の中でどう感じるかっていうのを感じてくださいって私は言うだけですね。それはそれで正しいことだと私は思いますよね。だから皆さんね、友達に裏切られたとかね、友人にね、いわゆる今まで付き合いのあった隣の人とかね、近所の人から裏切られたとかね、そんなことは全く感じる必要はないと思います。そう思ってた方がね、意外と気楽に人生を送られるんじゃないでしょうかね。そしてその中で本当にいろいろお話ししたりね、相談できたり、
できるようなね、友達ができてね、親友ができてなんてことあるんじゃないですか。で、あの若い人たちに伝えたいのは、親友なんていうのはね、一生に一人できれば大したもんなんですよ。そんなに親友なんて軽々しくできませんよね。私も68年間生きてきてね、それは真実だと思います。そういうことはね、まあ一番の親友は人生の伴侶じゃないですか。その人生の伴侶も親友にできないようではね、これじゃ寂しいですわね。だから信用というのはそういうことだと思います。それから大切なことは、自分の目で見て自分で考えてその人を評価するということですね。誰かで周りの人が言ったからとかね、そういうことにね、軽々しく乗っかって人のことを評価しちゃいけません。それじゃまさに情けないですよね。それでね、特に人間というのはね、この現世で生きてる人間というのは、人のね、上げ押しを取ったり悪口を言ったり、そんなことを喜んでやってる。皆さんもそういう覚えあると思いますよ。それはね、人として最低のことですね。あくまで百聞は一見にしかず、ね、その人の価値であるとか評価というのは自分でするんですね。他の人は関係ありません。私はそれが正しい人間関係のあり方だし、それがベースだと考えてますね。くどくなってしまいましたが、以上ね、私がね、言いたいことはそういうことでした。ご清聴ありがとうございました。